本当だ。綺麗。ということで、これから、乗鞍登ってきます。今回はセントアルクジンさんと、で真ん中にいるのが、杉野さんですね。登山部のスポンサーになってくださっている、社長でございます。はい、でお二方と登っていくという感じになります。で、途中で、テント張ってね、今回テント泊になります。で一応計画だと明日の朝だね、明日の朝に乗鞍アタックしようっていうことになってるんですが、いかんせん風が少々強いみたい。朝山天見たんだけど結構それは変わらずだったので、もしかしたらいけないかもしれません。そんな感じで、とりあえずねやっていきます。安全第一でいきましょう。いや風強いかも。風がね、早くもですね。大丈夫かな。いや一瞬できましたね。やばいかもです。お待たせいたしました。ただいまより夢のダイナークワッドリフトの運転を開始いたします。どうぞご利用ください。一人ずつ。行けますかね。これ乗るときがなんかハラハラしますね。ああ、そうか。スキースノボあんまりやらないってことですね。そうなんです。で、最初に乗ったときに、なんかスキーの人と一緒に乗っちゃったんですよ。はいはいはい。それですごい怒られて、なんか登山の人とスキーの人はバラバラに乗らないといけない。多分なんか降りるときとかに、ああ、そうなんですね。スキーは滑るからとかで。はい。そっか。それがちょっとトラウマになってます。やばい、今までで一番怖かったかもしれない。今
早いんですよここのリフト。ちょっとね、降りれるかな。はい、おはようございます。はい、ここらでどうぞ。はい、はい、お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、降りれた。スノーシューで行くですだよね。リフト降りてちょっと来たとこですね。でここから登っていくんですけども、スノーシューを、履きました。ここから履いてテクテク登るって感じですね。で今回はちょっと登りとかあるんで、多分ヒールリフトを、使う場面っていうのが出てくるかなと思います。前回使えなかったんでね、その辺含めてちょっと、確かめながら登っていこうかなと思います。じゃあいいっすね、自由にしてじゃあぼちぼち行きますか。そはい、ということで、スノーシューとかも履いて、では、じいさんが撮ってる間を先に先行して進みます。今日はやっぱりパウパウなのでスノーシュー本領発揮って感じかなと思いますね。では頑張ってあれを登ってきます。ちょっとじゃあ傾斜出てきたんでヒールリフト使ってみます。お、結構斜めりますね。出し感がありますね。確かにこれなら登れそう。登ってみると、変な感触がなくなるかもしれません。あ、本当です。そうか、今は平らですもんね。ではこのヒールリフトモードで登ってみたいと思います。確かに楽ですね。ヒールリフト使った方が。すみません、ちょっと本当に他にスノーシュー使ったことないからね、あくまで素人が使ってか上での感想になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、やっぱりなんというか斜面を歩いてるんだけど足は斜面じゃない感がありますね。で足への負担も少ない。なんかももとかがね、全然なんか筋肉の負担が、そうだよね、来ないよね、なんか本当普通に歩いてるような、そんな感じでございますね。これまあ玄人の方々はそんな知ってるよって、もっと詳しく教えてくれよって言うかもしれないですけど、すごいね。ようやくね、上が見えてきましたね。ただ同時に本当に風の強さもね、見て取れます。雪煙でしたっけ、あれがすごい舞い上がってますね。スーパー寒そうで、今日これから一応天場ね、まあ天場じゃないんだけど幕江予定地かに行くんですけど、ちょっと風がどうかな、本当怖いですね。で今日はもしかしたらスノーブロック的なものとか穴っぽくもぽーぽー掘んないとね、怖いかもしれない。だから今よりも多分後半の方がね体力使うんじゃないかなと、市川は予想しております。よいしょ。
ちょうど分岐ですね。入ってないですね。まあ、多分1日間ぐらい。なるほど。今ここなんで、もうここら辺に張れればって感じですね。このちょっと平らなところで。道路と道路の間ぐらいだね。まあ、多分木はまだ、あそこら辺の手前だったところあると思います。そうだね、確かに、はい、上まで行くともう、キビ感はね。そうですね、うん、確かに木がちょっと低くなってきましたね、はい、そうですね、本当にここがちょっとね、うん、そうだね。ああ、だから書いてあるだね。なるほど。雪崩ポイントこれ、あ、今のところか。現在地近く。オッケー、了解です。じゃあ我々は赤田の小屋の方に行きますんで。これなんて読むんだっけ？暗いが原さん。ありがとうございます。多分ちょっと心配になるよね。じゃあ暗いが原山荘はこっちに行けるそうです。はい、今日はこっちなんでね、こっち行きたいと思います。よっしゃ、行きましょう。寒いね、本当に。うおさあ、まあ、結構登ってきましたね。登ってきたけど、やっぱこの辺ね、昔ちょっと雪崩の事故があったとこだそうです。やはり確かにね、なんか崩れそうな感じがありそうですね。向こうとか結構しそうな気がする、うん。まあ、本当に気をつけなければいけませんね。雪山、いいとことか楽しいとことかばっかじゃなくてね、それ以上に危険とか、あの、危ないことが多いのでね、本当気をつけましょう。ということで、一応上がってきましたが、晴れたとしてこの辺かな、限界ですね。まあ結構風通るんですけど、まだマシかなという状況ですね。この辺でやろうかとちょっと話してます。一旦ね、近づいて探してみたいと思います。今回はここにテント張りたいと思います。まあ、若干住人帯ですけど、まあ、ちょっと風は強いんですけど、まあ、今回は3人だし、テントのテストも兼ねてっていうのもありますし、ポジティブ、まあ、ちょっと経験も兼ねてここにちょっと張ってみようかなと思います。まあ、最悪どうしてもダメならちょっと下に行けばいいので、とりあえず今日はここでテント張っていきたいなと。じゃあここから長い長い設営頑張りましょう。日が暮れるまでにはやろう、完成させようね。頑張ろう、頑張りましょう、うん。さあ、ということでね、じゃあ我々は今ここを耕して、人が住める環境に仕上げてまいります。ちょっとね、何時間かかるか分かんないんで、一旦カメラはここで止めときます。またできたら回し始めるんで少々お待ちください。それではまた。はい、途中経過ですね。まあ、割とできてきてます。みんなで頑張ってるんで、まあ、あの下まで行くとね、結構風少ないですね。ちょっと行ってみますか。今風の音聞こえるじゃないですか。内的な感じですね。で、今日3針張るんで、もうちょいね頑張って広げていきたいと思います。厳しいな、やっぱり。まあ、厳しいですね。左右だから、恐ろしいのも大丈夫です。
袋だね。やりにくいっちゃやりにくいっすか。ちょうどくらいを絞るといいところに来るっていう。前髪がすげえ。はい、ということで、無事にテントをね、場所を作って張り終えました。で、今日は2人用のテントをね、1人で使わせていただいておりますんで、大変に広いですね。もう本当にこんなです。私がこっちで寝てもわかる、こっちで寝てもさらにもう1人寝れるぐらいの広さがあります。いや、贅沢ですね、本当に。ちょっと逆に広すぎて落ち着かないかもしれないんですけれどもね、まあとりあえず今日はゆっくりしたいなと思います。で、このあと、まあ本当に風がめちゃんこ強くてですね、ちょっと何かやろうにも何もできないかなっていうような感じですね。はい、なので、まあ夕日見たり星見たりご飯食べたり、まあそんな感じで今日は終わるんじゃないかなと思います。はい、で明日も、一応山頂ですね、行く予定ではおるんですけれども、その天気次第では、行けない可能性もあるので、まあ、そこはみんなとね、きちんと相談した上で、適切に判断した上で、ね、やっていければなというふうに思っております。ということで、まあひとまずこんな感じで、テントは張り終えました。あとはお送りしたいと思います。ではお疲れ様でした。各々から各々テントの中で。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。あと杉野さん、おめでとうございます。ありがとうございます。もう一回。ちょっともう一回だけ。あ、オッケー、オッケー。ちょっと。じゃあ、じゃあ、じゃあ。よいしょ。すみません。食べー。イエイ。じゃあ、あげます。はい。大丈夫だ。オッケー。お疲れ様でーす。お疲れ様です。はい。お疲れ様。お疲れ様。いや、泡が。たまに。泡が。たまたま。うん。やばい、凍ってた。凍ってるこれ。凍ってますね、これ。まあ、ちびちびやるしかないですね。本物の氷結だ。確かに。すごい面白い。連続も落ちてる。はい、ということで、ちょっと髪型がボサボサですけど、まあ、テントの中でゆっくりしてます。で、夕日ね、また、ちょっと見れたんですけど、なんかカメラがね、ちょっとまた凍ってきた、凍ってしまいまして、操作ができず、まあ、結局タイムラプスを諦めました。で、今はもうビール飲んでね、ダラダラしてるって感じですね。でもビールも凍ってます。はい、すいませんね。で、明日は、まあ、朝一から、山頂ちょっとね、行こうということで、まあ、一旦話がまとまりました。ただ、まあ、状況次第で、どうするかまた考えようということでね、行けるかは分かんないけど、行けるようだったら行こうという形となってます。はい、まあ本当に今日風が強くて、本当に外出るとね寒いんですよね。本当にばっかで申し訳ないんですけど、アルファも凍ったのっていうのは私今まで初めてなので、ちょっとびっくりはしてるんですけどね。まあでも私のちょっと使い方も悪かったかなと思うと反省するところもある次第です。はい、まあ、そんな感じ。とりあえず今日はゆっくりして明日に備えたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。ではおやすみなさい。
当だ。綺麗。ということで朝になりました、昨日はよく寝れましたね。やっぱどこでも寝れます、まあ、本来であれば山頂行ってる時間なんですけど、我々まだ、幕江地におりますっていうのもですね、やはりちょっと風が強くてね、その舞った雪でテントが埋まってしまったりしたんですね。でそういったのをちょっとね、朝からドタバタやってるうちにもう時間がなくなってしまったのと、あと若干風強いのでね、ちょっと今日はやめようかということで、まあそういったことが重なってね、今回は山頂まで行くのを断念することにしました。ちょっと残念だけど、まあしょうがないですね。で、今片付け終わったんで、これから、下山の方していきます。下山も同じルートですね、はい、また同じルート通っていくんですけど、帰り、リフト乗れないんで、ちょっとまた歩く距離は増えてしまいます。まあとりあえずそんな感じで、帰りも気をつけて帰りたいと思います。それではまた。ですね、ぼちぼち下山していきたいと思います。まあ、帰りも同じルートで帰ります。じゃ引き続き安全第一で帰りましょう。ではでは帰ります。あーでも器用にダメか。あ、無理だ。あー本当です。シリセード隊。おお、でもすごい早い早い早い。さあスキー場に戻ってきました。でここから歩いてさらに降りるって感じです。リフト乗りてということで、無事にスキー場ゾーンをクリアしました。めっちゃ長かったですね。次回はソリとかスキー持ってきたいです、本当にね。疲れた。じゃあお疲れ様でした。はい、ということで、無事に下山してきました。まあ、今回動画作るつもりでなかったので、まあ、あんま撮ってないんですけど、まあ、もしかしたら気が変わってね、やっぱ動画作るわってなるかもしれないので、一応ここで締めだけ撮っとこうかなと思います。今回は、まあ、ジンさんとね、あとは、テイシンテック杉の目さんと一緒に、登山してきました。まあ、やはり3人だと心強いですね、雪山テント泊ということで、ちょっと不安な部分多々あったんですけれども、まあ、2人のおかげもあって、無事にね、下山することができました。まあ、残念ながら、乗鞍、登頂はできなかったんですけれども、まあ、それでもね、非常にいい経験ができたかなというふうに思います。
今回使わせていただいたテントは、まあ、そのうち発売になるようなので、またねその辺は、詳しくお話聞いた上でね、ご紹介できればというふうに思います。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。あ、ちなみに2人はもうね、お昼を一緒に食べようということで、もう先に集合場所に行ってしまってます。なので私もこれから向かいます。ではまたね、バイバイ。